方は順次ご発言願います野田邦義さん立憲民主社民の野田邦義でございますどうぞよろしくお願いいたしますただいま目頭もありましたけれども元日の野党半島大震災安否不明の方を含めると250名の方々が亡くなられたと いうことでございまして私からも心からお悔やみを申し上げたいと思うところでございますそして多くの被災者に心からお見舞いをまず申し上げたいと思うところでございます今回の法案は能と半島地震税制臨時特例の地方税盤でございます 今般の災害により、住宅や家財等の資産について損失が生じたとき、本人の選択により、その損失の金額を2024年度分個人住民税の雑損控除の適用対象とするものであり、被災者支援、負担軽減の立場から、我々立憲民主党は、 賛成することといたしました。いよいよ。確定申告が十六日から始まっております。そして十月からはインボイスが始まっているということでございまして。こういう中にあって。この裏金問題。 本当にです、ね、国民は、税金一揆でもです、ね、起こそうかと、そういう状況になっていると、私は思っているところでございます。そういう中にあって、私は先の委員会で鈴木前大臣にも、裏金はありませんかとお尋ねをしたところであります。 しかしながら、ないというようなご答弁もあったと記憶しているところでございまして、本当にですね、なんでそんな嘘を言わなくちゃいけないのかと、そのように思っているところであります。そこで、小森前総務政務官の辞任について、この辞任に至った理由、タイミング等についてですね、 松本大臣はどのようにお考えになっているのかお聞きしたいと思います松本総務大臣はい、えー、小森総務大臣前総務大臣政務官の辞任についてのことでございますが、えー、小森前政務官によりますと政治資金のことに関して、えー、資金の移動でありますので、えー、資金の両側の確認をということで清和政策研究会との間で 十分の確認がなされて、収支報告書の訂正のタイミングで責任を取ることをお考えになっていたというふうにお聞きをしているところでございます。えー、寄付の受け入れの記載が確認をされたことを受けて、小森前政務官から私に収支報告書を訂正することになったとの報告があり、1月31日に政務官の職を辞するね、えー、申し出があり、辞することとなったものと承知をしております。 田国吉さん、はい、この相次ぐ総務省三役の問題でございますけれども、公職選挙法では、国の公共事業を請け負っている事業者が、国政選挙に関して寄付をすることを禁じているところであります。とところが報道によりますと小森前総務務大臣政務官は それから西田総務大臣政務官、衆議院選挙が行われた3年前、2021年10月に、国の公共工事を受注していた建設会社から寄付を受けたとされているところであります。この点について、法律には抵触しないのでしょうか、相次ぐ総務省三役の交代や、政治資金絡みの問題が多いと思いますけれども、総務行政の影響は大丈夫なんでしょうか。大臣どのように 思いでしょうか松本総務大臣はい、えー、ご指摘の点につきましてもは、あの、それぞれ政党支部の政党活動の支援としての寄付で、えー、法に抵触するのではないという説明が、えー、あったというふうに、えー、お聞きをしております、えー、その上で西田大臣政務官に置かれては、えー、懸念を 招くことになるのは本意でないため同意で検知から返金をしたというふうに承知をしているところでございます、えー、今総務行政の影響ということで、えー、ございましたが、えー、公職選挙法政治資金規制法は遵守をし、えー、政治資金の透明性を確保するなどを通して、えー、政治への信頼を確保することが、えー、趣旨であることに鑑みれば 私どもも改めて法の遵守をしっかりとしていかなければならない、残念ながら現在の状況は大変遺憾な状況だと申し上げなければならないと思っております。私どもとしても政治への信頼を回復すべく必要な対応はして、しっかりしていかなければいけないと考えておるところでございますが。 総務省は所管が大変広く、国の根幹となる重要な省庁でございますので、総務行政の推進にあたって、政務三役の交代もございましたが、行政の一貫性、継続性が保たれるように留意をして推進してまいりたいと思っております、す福田国吉さんはいこの本当にあの建設会社とか土木業者からのですね寄付っていうのは、非常に今、 裏金問題、問題になっておりますけれども、このところもです、ね、非常に私は重要なことだと思いますので、しっかりと気をつけてやっていただきたいと思います。それから松本大臣の政治資金パーティーですね、資料を委員の皆様方にもお配りしておりますが、この6番、7番ですね、 600万、それから400万等のパーティーされておりますけれども、これはですね大臣に就任されてからされたんだと、私は思っております。で、これ、大臣批判、これもですね鈴木大臣にも言ったんですね、前大臣にも。非常ににここういういとがが特に岸田総理自身が パーティーをずっと何回も繰り返しておやりになっているというような状況でありましたんで、大臣批判あるでしょうと、だから鈴木大臣もそういうことがないようにお願いしておきますよと言っておったんですが、なんか松本大臣の方もですね、 4年度の報告書を見ますと、2回ほど大臣就任中、おやりになっているようでございますけれども、このことをですね大臣規範と全く無視しておやりになっているんでしょうか、そのあたりのところをお答えいただきたいと思います松本総務大臣。はい、えー、大臣規範におきまして、えー、パーティーで国民の疑念を招かねないような大規模なものの開催は自粛すると、えー、なっていることは、えー 大臣に就任をしております中で、しっかりと理解をし、この趣旨を踏まえて、政治活動も進めてきておりまして、大臣規範はしっかりと私どもとしても、大臣規範にのっとって活動してまいりたいと思っております。その上で、活動を適正に政治資金規正法に基づいて、報告をするということで、ご報告をさせていただいております野田国吉さん。 この大臣規範ですね、本当になんか、あ合ってないようなあものであると思っております、おそらく多くの国民も、ですねこのあたりのところから非常にあの政治とお金の問題ですね、不信感を持ってるんじゃないのかな、当然、大臣、あるいは総理大臣になれば、いろいろな、あの 利益関係というか、ですねそういうものが生じるわけでございますんで、私は本当にもう、大臣とか総理になったら、そういったパーティー関係はもうしないというぐらいのですねけ、えー、じめっていうか、 あの不ン差というかそういうものが私はあおそらく多くの国民はですね求めておられると思いますのでまあぜひともですねそのあたりのところおよろしくお願いをしたいとお思いますこのことを強く要望いたしまして私の質問を終わりたいと思いますありがとうございました。